そうですね、出ます、出ますよ。どうするか、まあ、言わない方が、言えないの。で投げやすくできたと思って投げやすい全然すげーざっくり、すげーざっくりだった見て、見せたいですけどね。あーもうなんかちょうどストレートバレルが可愛いですよ。今の可愛くなかった？ストレートバレルが古越美香さんあ、今日今分かったのジャコン2は可愛いって古越さんって僕あれ何歳だ？若いです。若いです。私はもうみんな私より若いって思ってるから。いや若いですよ、30ぐらいじゃん。30若いです。こういうぐらいかな。いや今外した時の見なかった動作。あ、見てないです。あーもったいない。今は絶対ね、帰っても巻き戻してみた方がいいよ。ですかめっちゃ可愛かった。昨日あれ、さんざっぱら見たけど。何見た？女子の外した後の。あーでも正面から見れないですもんね。あの人と投げてるのを見てる時にも。あーなるほど。そういうあれが欲しいですよね。女子の外した時のちょっと照れ笑い感のやつを特集するやつ欲しいですね。それ言っといたら多分作ってくれるじゃん。アニカさんがダメって思ってる。すっぱ抜いて。結構でも探すの大変よね。一から全部見ないといけない。情報求めましょう。あの時のこれが良かったみたいな。何年何戦の誰対誰の時のこれが良かったみたいな集めてったら。探してもらうよね、視聴者の方 に結構でもあれですよね、かわいらしい人もいればもう露骨に舌打ちしてる人もいますから、ね、いるね俺が知ってるやつ大体露骨に舌打ちしてるんだよチンプレイ、コープレイやってほしいですけどね。ね、揉めちゃうのかなダメなのかなコープレイはなんかちょいちょいなんかナインダーツの瞬間とかよくあるよね。スーパープレイ集みたいなのはあるよね。いいっすよね。でもあれ映像に映ってる試合のみだからね、そう。あー、タソリス高そう。その辺はもうカットしましょう。あ、僕はナンバーファイブですね。カリちゃん、カリちゃんはもうすごいっすよね。ブル勝負、ブル勝負に持ち込んで古越さんがファイブマーク。え、あれさん、ここ座りますか。あ、行きます、行きますジョンさん、ジョン君、次や3レグ目に。この3レグ、この追い込まれた3レグ目でとあの160スタートしたら相当来てますよ。もうそれを思い出せるかどうかだよね、まず今残ってるかな、頭の中に。多分残ってないよ相当来てる。多分記憶の外側にいると思う。いやもういいよ、コークインブルでいいよ、ガチコーク。なんならもうこのコークで60入れよ、一回ちょ、やったな今のは、ちょっとじゃあもうやるしかないやん。もうやるしかない。いやこれやれなかったら終わった時呼び戻そう、ここに。でもダブルスで相方が160を狙って外した時すげえ腹立ちますもんねお前何してんの。すごいね、わかる。いらない。ほんと、なんでそんないらないことすんのって。160狙われたこと、あ、じゃあちょっとやってみてください。なんか私は怒らないんで。まあまあでかく外したな。しかもあいつも余裕ねえな顔が死んでます。顔が死んでる。お、誰かがチャンネル登録してくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。あれ、アニメーション出ないんですか。ちっちゃくした。はい、熊本の人よね。可愛いですね。可愛い、可愛い、わかんないですよね。可愛いって言っていいのか、なんていうんですかね。なんか年齢がわかんないから。いくつになっても可愛いでいい。そうですね。可愛いです。分かった。いくつになっても可愛いでって。可愛いで行きましょう。可愛
ほわんとした匂いが。あれ誰だった？もうあれですよね、そのメグさんが可愛いって言えないですよね。メグちゃん可愛いじゃん。結構言ってるけど可愛いですか？なんか俺なんか、ああもうなんかちょっと話しかけるのも悪いかなって。なんでそんな偉い自分が下でめっちゃめぐちゃん見えみたいな。いやもう全然全然。ヨン君もう忘れてるな。これ終わったらジョンもまた呼びましょう。呼び戻しましょう一回。ジョンさんでもちょっと顔が死んでますよ。人勝ちじゃないとダメな、ダメって言ってたっけさっき。なんかじゃないと厳しい。どっちにしろ勝たないとダメなんだよね。もう負け負けっつったもんね。佐賀のペアですね。ステーペア。まだわかんないですね。うわー、きたー。でもな、こっからっすね。75、きちっと上がれるかどうかわからんっすね。1本目15からだね。ジョンはどこまで削れるか。うん、もう、5とか入んなきゃ。あ、普通。118、もう相方に任せるしかないですね。おっと、あー来た、だいぶ上行ったな。118、まあブルからっすよね。まあブルからだね。おお、ラッキー、超ラッキー、超ラッキー。何それ。あ、来た。さあ来るのか、来るのか。超ラッキー、超ラッキー。これ決めたらジョン何もしてねえもんな。わあ。あの後ろであの表情。相方のせい。あのシングルに入った音を聞いた時点でちょっと、うん、あってなる。ああ。さすが清田君。ちょっと呼び戻してもらっていいですか。こっちもカンカン。今何かしてくれんかな。もう負けちゃった以上ガッツポーズ絶対できないですもんね。